さあいよいよアジア最終予選に向けたメンバー発表。伊東純也の復帰とかはどうなるのか、リアルタイム編集で見ていくことにしましょう。JFA の YouTube チャンネルではやらないんだよな。なんかいつもと違ってやりづらいけど。始まった。伊東純也の復帰と怪我人のとこだよな。どうなるかな。キーパーは大迫、谷、鈴木、ディフェンスに長友、板倉、望月、谷口、中山、菅原、高井。キーパーは予想通り。ディフェンスでは高井が入ってきたな。そして賛否両論あるだろうけど長友。中山も順当。驚きはマイクマが外れたことと、望月が入った。これは完全に予想外だわ。やっぱり長友については精神的支柱とかそういう面が大きいのかな。両サイドバックできるので何かあった時にも対応できるってことか。質問タイム。最終予選どう戦うか。選手のコンディションに注視。これは本当にそうだな。前回はそれで大こけスタートで苦しんだし。前回もサウジ、オーストラリアとの争いって言われてた中でそれ以外でこけるとかなり苦しくなるからね。伊東純也の復帰について。山本 ND への質問。不起訴が確定したことが理由ではなく監督が選ぶこと。協会としても準備は進めてきた。我々に選ぶところでのプレッシャーはない。環境が整ったから。これまでの報道を見るとそういう感じではなかったような。まあ、変なことは言えないからな。ようやくミッドフィルダーとフォワード出てきた。遠藤、南野、鎌田、前田、堂安、中村、上田、細谷、伊藤、森田、小川、旗手、田中、三笘、久保、浅野。ANN で見てるけど三笘の漢字間違えてるな。未だに間違えるのはさすがにどうなんだ？攻撃陣はほぼ予想通りね。細谷入ると予想したの当たった。その代わり高いとかもろもろ外したけど。いつもとメンバー出るタイミング違ったから質問タイムほとんど聞き取れなかったな。今は何の質問したんだろうか。一応森保監督のコメント行こう。なんか今回は森保監督の雰囲気違うわね。キリッとしてるというか気が引き締まってる感じ。普段の会見だともっと柔らかい感じなんだけどね。ちょっと印象的。アジア最終予選というのと、伊東純也の件があるからな。確かにいつもと雰囲気が違う。ようやく三笘の感じ修正された。伊東純也の件。彼を守るためということだったが、今の思い。簡潔に。山本 ND が言ったように、これまでも招集は可能であると私自身協会にサポートしてもらってたし、私もそう思ってたが、状況を考えて招集せずにいた。サッカーに集中できるか、チーム全体が集中できるかという点でこれまでは疑問があった。今はサポーターなどが温かく見てくれてることが分かり招集する判断をした。メディアには彼が思い切ってプレイできる環境を作ってくれたことに感謝。メディアは逆な気がするが、長谷部コーチについて、具体的にどういうところを求めるのか。というか長谷部コーチが今回一番驚いたわ。本当にな。森保監督が自ら協会に要望した。もちろんコーチ陣と話して世界と戦うため。現状のスタッフでももちろん可能と考えているが、長谷部コーチが持っているヨーロッパでの経験が刺激になり前進するために必要だということで決めた。長谷部のコーチ経験は始まったばかりだから足りない部分もあるだろうが、逆に指導者とかから学ぶ前に選手からどう考えるかなど、より選手目線から見る武器を持ってる。初選出の高井と望月について、メンバー27人はなぜこの人数？まず27人については2次予選からベンチに入れるメンバー以上に招集してきた。今回もそれと同じく。理由はベンチは23人だが不足の事態に備えて、可能な限り多くのメンバーに来てもらいながらワールドカップに向けて同じ経験、チームの考えを共有したい。初招集については各クラブでの活躍、高いについてはオリンピックで非常に高いポテンシャルとクオリティ。ただ、まだ完成された選手ではないから日本代表で経験を積んで成長してほしい。望月も高いと同じチームでの活躍。完成した選手として招集したわけではないからこれからの伸びしろを見せてほしい。オリンピックの総評、オリンピックを経験したからこそ期待していること。ここでオリンピックの総評いるんだろうか。オリンピックだけでなくクラブに戻ってのプレイも評価している。これまでの持ち味でチームに戦ってきてくれてると思うが、さらにパワーアップしてると思ってる。長谷部コーチとやり取りはしたか？電話で直接やり取りしながら招集への思いを伝えた。細谷について。久しぶりのフル代表復帰で期待していること、中山選手についても、細谷に期待してるのは得点を決めること。得点に至るプロセスとして背後への動きとポストプレイによるクオリティも上がってるからそこで貢献してほしい。守備の部分でも貢献してる。そして中山について、大怪我だったりなかなかチームが決まらない中で町田へ移籍できて幸せなのかなと。J リーグの試合を見て、代表でプレイできる状態なのかを注視していたが、務む力を惜しまず続けてきたことがピッチ上で見えた。長谷部コーチの期間は？
最終予選はもちろん、ワールドカップも視野に入れて考えている。伊東純也について不起訴は関係ないとしたけど、実際は大きかったんじゃないか？我々として回答は控えるが、一般論としては日本代表としてふさわしい行動とか態度、これは今後さらに全選手に求めていきたい。三笘の復帰について、鎌田への期待。最高峰のリーグ。その中で彼らが世界選抜のような中でプレーしてることに日本人として誇りに思う。三笘はプレシーズンの時から状況を確認していた。リーグも始まって彼の良さが見れたから招集した。鎌田についても得点取ったのはカップ戦だがプレシーズンからチェックしていて確実にチームの戦力になっている。シャドウでプレイしたりボランチでプレイしたり様々なことができる。プレミアリーグの強度でやってることで日本代表でも力になる。会見終了。みんなの反応を見ながら考えていきましょう。伊藤選手の復帰はもちろん、高い望月の両選手が呼ばれたのは嬉しいです。細谷選手もオリンピックでは頼もしさがあったのでこの辺りの若い選手たちの躍進に期待したいですね。良い招集だと思います。個人的にはもっと手堅いメンバーになるかなと思ったけど、案外攻めた選考になった印象だ。確かにね。今回は冨安と伊藤の怪我もあったし、アジア最終予選ということで手堅いメンバーも考えられたけど、そこには勝て。そして長友。こうして見ると長友でバランス取ったとこもあるのかな？確かにこうして全体を見ると若手の招集とともに長友でバランス取った感じはあるな。さすがに最近の J リーグを見ても戦力としてというよりは裏方としての招集だと思うし。GK は経験が物を言うから、早めに国母ブライアンも呼んでくれ。そうやって呼んだザイオンがめちゃくちゃ叩かれたんすけどね。招集タイミングとどこで使うかって難しいよな。コーチに長谷部誠って書いてある。ん長谷部誠さんいるなら、長友佑都さんいる？確かに。長谷部コーチいるなら裏方としても十分足りてるような、ムードメーカータイプではないから、そこをお願いする感じかな。これはかなり賛否両論ありそう。やっぱり古橋は呼ばれないのね。古橋を呼ばないのはもはやいじめでは？古橋は戦術的に森保監督と合わないからな。監督が変わらない限り招集はなさそうだ。マリサは今回のメンバー全体的にどう感じた？さっきも言ったけど、今回はディフェンスで冨安と伊藤の怪我があってそこはかなり手堅いメンバーにすると予想してたんだよな。だからそういった意味ではかなり冒険したなと。前線ならまだしも、ディフェンスってあまり試せないというか、アジア最終予選になると失敗が許されないところがあるもんね。そうなるとディフェンスは手堅くしがちだけど、代わりに呼んだのが高いに望月に長友ってかなり攻めてるわよね。長友については個人的にはちょっと疑問あるけど、それ以外は楽しみだと素直に感じたよ。前線については予想通りで特別言うこともないけど、伊藤純也の復帰はやっぱり嬉しい。これでメンバーは決まり。長いアジア最終予選、頑張ってもらいましょう。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。